はい、こんにちは、三村です。えー、今回は珍しくちょっと自分の語の、えー、解説をしてみたいと思います、えーと。この動画を撮ってる前の日ですね。えー、2019年の10月17日に、えー、予選を打ちまして SGW 杯中央戦、えー、本戦に進むことになったので、一応そのご報告を、えー、やってみたいと思います。 えー、昨年からできた棋戦ですね。第2回ということで、えー、早碁で、えー、予選は1.20秒の早後で、えー、そうですね、えー、かなり早いですよね。早後で3局1日に予選を打ち切ってしまうという、えー、ネット中継、有限の間でネット中継されていたので、えー、ご覧になった方もいるかと思うんですが、 組み合わせがですね、こんな感じですね。予選こんなような勝ち上がりをしたわけですけども、えー、枠が16ありましてね、一、えー、1人ずつ抜けて、16人で本戦で、まあ、スイス式のトーナメントを4回戦という形で、えー、私は8枠に入りまして、このような組み合わせだったんですが、1回戦、えー、これ本当は9月の23日に、みんな打つはずだった組なんですけど、えー、桑本さんがね、えー 関西の桑本さんがこう台風から2かで電車が止まって、その日打てなくなっちゃったんですね。延期になりまして、私日本金まで行って朝聞かされて、えっ、ー、と、今日ちょっと中止になりましたみたいなことで、えー、そうですね。これでまた延期して私の枠だけ、えー、後でね、行うというちょっと変則な形で進みました。えっ、ー、と、この日は木曜日でね、えっ、ー、と、騎士たちみんな対局日だったんですけど、この、えー ま、相手がね、えー、関西の騎士で、私は東京所属ですから、その場合は、あの、パソコン対局で、この棋戦は行うんですね。本来ならね、えー、一斉に行うんですけども、いろんな組の方が、そのパソコン対局、何局かは一緒に行うんですけど、私は延期して、あまあ私は延期で、えー、こ,この日に打つ、えー、騎士は私だけということで、こんな広い部屋に <laughs>、えー、一人だけ、 一台ポツンとこう、かすかにパソコンがこう、見えるでしょうかね。ここで一人ぼっちで打っていました。三局ここで打ったんですけども、えー、なかなか、えー、普段とは違う雰囲気で打ちましたね。えー、その後を、えー、少し見ていただきたいと思います。えー、相手はね、山り タダナオさんですかね、七段、えー、チューブのね、種族で、あまり私は詳しくないんですけども、まあ、だいぶ私より、まあ、一回りぐらい若いので、えー、まず、布石ですよね。えー、このコスミつきが最近 <laughs>、もう、 すっかり定着した、まあ、AI 流の打ち方なんですけど、この桂馬を打ってくるっていうことはもう結構その詳しい自信があるということですね。私はこの桂馬はちょっと怖くて打てない。打ったことがないわけではないんですけど、こう、いつでもこういう攻撃があるんですね。ですので、一見に打つ方が硬いんですけど、この積極的な桂馬を打ってきたということは、あ、詳しいな。さすがにやっぱり若い 選手の方がね、こういうの詳しいですから。で、私はあの、詳しくないので、一見に打ちます。そして、こうなりました。ここでもちょっと、ここが気になるところなんですよね。少しえ、私はちょっと知識が、うん、あまり自信がなかったんで、まあ、これは相手はね、大丈夫だと踏んでるから、これをやってきてるわけですから、まあ、 ここでちょっと1回考慮時間、5回考慮時間があるんですね。1分の考慮時間が5回あるんですけど、まあ、ここに打つか、まあ、迷って、結局こちらへ打ったわけですね。この手は、まあ、ちょっとこの形では、まあ、経験は少しあったので選んだんですが、このようにですね、進みました。結構、その、まあ、こう、すぐに打ってくることを予測していました。これでも、まあ、特にこの辺を焦がして、 いけるというつもりではなかったんですね。何かこう、こう、裁きに行くつもりだったんですけど、割とこう、これを、飛びを決めてから止めたというのは丁寧な打ち方ですね。まあ、ここで、AI の示す手は、これだということはちょっと一応知ってはいたんですけどね。まあ、本局は、まあ、少し固く打ったというか、えー まあ、こういう低い滑りは私は以前はこう打たなかったんで、最近、こういう手がちょっと慣れてきましたね。これも AI の影響ですね。私なら多分、ここへつける手が最大の悩みでしたね。私だったらここに打ったと思います。もし、このように決まるなら、それから止めに行って。まあ、それでも白は、こちら方面でばくことになるんでしょうけども、まあ、無駄のない利かしだったと思いますね。 これに対してちょっと反撃も難しいところですので、こういうのは隅をやっぱり大きく取られてしまってちょっと心配ですね。でこれが嫌だと思っていたので、まあ割と穏やかに、まあ穏やかに進みました。これならまあしょうがないかなというところですね。えー、黒が詰めてきたところで、まあ待ってましたとまかりに、まあ予定通りというようなふりをして打ち込みました。えー ここに石が来れば、えー、さすがの私でもこれが実行できるということですね。これは多分、こんな感じで進めば白が良、えー、くなります。で、黒も堅く受けて、まあ、この手はね、本当はこれで頑張りたいとこですけどね、ちょっと自信がなかったんですね。こういう。 具合でですね。いや、でも、うん、やるべきだったようですね。私のこのツケはちょっと甘い手で。<laughs> まあ、ここで <laughs>、のぞきを打って、まあ、このような、しまあ、これでしょうがないな。ちょっとつ、うん、甘かったけどしょうがないなという気持ちだったんですが、ここをしっかり受けてこられたのは意外でしたね。こう、相手の、まあ、 山森さん、気風なんでしょうね。私だったらちょっととても思いつかないってですね。ここで後手を引くというのは。ここに開くことができて、ちょっと私の気分的には打ちやすくなったという気がしました。えー、そして、また上辺に戦いが進みます。この桂馬は、うん、まあまあの手だったようですね。こっち、このような手を打てば、えー、無難なんですけども。 これちょっと真ん中がふっくらしてきますし、ちょっと白逃げただけの感じがありますから。えっ、ー、と結構ストレートにここは黒を襲いかかってきましたね。ここを止められないんじゃないかなと思って打ってたんですが、ここで、まあ、切ってくるのが、まあ、怖い手ですよね。その時は、えー、そうですね、まあこ。このようなことをちょっと考えて、 っ,ていったんですけどまあ、仮にこんな風になると、あの、白の方が攻め合いは有利ですね。まあ、こんな風に進むか。えー、っと、ちょっと、はっきりわからないんです。この筋がありますので、いつでもこの位一つが抜けるんですね。なので、まあ、切らせてやれるのではないかと。えー、つける形もこの場合常用の手段ですけども、こう、力で来られて、 ちょっとこれ嫌な感じですね。これはちょっとまずいと思いました。まあ、ここで相手もちょっと時間を使ったということは、少し白の跳ね返しが意外だったかもしれません。これ書きすぎたのはすごく大きいですね。えー、いい形で頭を出して、まあ、これもいい、もういけるかなというところですね。まあ、本来黒を受けるぐらいですよね。それだと、そうですね、どこへ打つか。 ま、ここへ繋がれば硬い。私はこうやってちょっと打たない気がしますけど、こういうふうに打っててもまあまあかなというとこですね。で、えー、切ってきましたね。で私の方もここで、えー、怖がってこの辺消すようではちょっと気合負けということで、えー、手抜きを咎めに行きました。まあ、こういうふうに来れば、これで両除きですね。これで、 これ結構大きいですよね。で、これもすぐにターン抑押さえの方がいいですね。で、コスミ付けはちょっとわかんなかったです。この手はこっちの方が硬いんですけど、まあ、形はコスミ付けかなと思ったんですね。こういう風にちょっと低く渡ることにされてしまうんですけど、でももしこの形なら、えー、こういう風に、こういう風になりますから、これはあの、 貧乏渡りとはいえ厳しいですよね。だから黒もすぐに助けるのはどうかということで、まあ、けです。まあ、裁きを求めてきたわけですね。えー、まあ、以前の私ならここを絶対伸びたと思いますね。でも最近 AI で勉強してて、やっぱりこっちの方が大きいですね。ここを受けるべきではないと判断をしました。で、ここの羽を打たせてもまだ目を狙って持ち上げてる雰囲気がありますので、 で、黒も、本当はこっち打ちたかったと思うんですよね。ここを白としても怖いところです。こっちが大きくまとまってしまうのは怖いんですが、えー、まあ、ここへ打たれると、この辺駆けつなぐことになって、まあ、こういう感じですかね。なんか、このようになると、つまり、えー、この大きな字を守れるかどうか、守りつつ、この右側の黒をしのげるかというと、結構、 微妙ですね。こう、逃げると、やっぱりこう入られちゃったりして。まあ、このような展開を私は期待していたわけですけども。やはり、相手も、ま、用心しましたね。そして、消す、手に回って、ほっと一息というところですね。結構右上、白を稼いでます。順調ですね。えっ、ー、と、ここのタイミングで覗きは、もともとは、これはいつでも、 す、受けるところですけど、ちょっと迷った。このタイムで来ると、まあ、つぐってで、まあ、どう攻めてくるか。これはなんとかなると思うんですけど、なんとなく勢いでね、手を抜きたくなり言いました。で、黒はここを切り離したんですけども、まあ、下辺は少し黒字が増えても、えー、ここをね、あの楽し、 に収まることを優先したわけですね。これでまあ白がいけてるだろうということですね。うん、これ非常にいい形で、えー、ちょっとこのコスミがちょっとヘッピー越しというかヘボコスミだ気がさしたんですけど、なんか打ってるとここかなと思って、だいたいそういう勘で打ってるんですけど、これはあの後で AI にかけてもまあ悪くない手だったようで、 まあちょっと、この手は嬉しかったですね。ちょっとヘボこすみかと思ったんですけど。ということで、結構こう字を持って収まりましたので、えー、結構稼いでます。あとは下辺の黒字が大きく、どれぐらい大きくなるかが勝負ですね。そうですね。ここはまあ、えー、後に、まあ、左辺の一子はちょっと取られる運命ですね。小さく捨てる感じですね。そしてここを広げてきました。 えっと、そうですね。続けてこうとかね、えー。こんな風に広げてきたらどうだったのかがわかりません。これちょっとこっちの方が嫌でしたね。ただ、えー、っと、上辺の黒も,も目がこれないんですね。だから、うん、どっかこの辺から消すとか。なんか、は上辺の黒に弱みがあるので、なんとかなるかなという考えでしたが。 ま、手堅く字を取って、うん、確定字を優先してきましたね。そうね、ちょっと昨日対局、これ、1日に3局打ったので、あの、ちょっと風邪ひいてしまいましたね。寒かったんですよね。えー、で、まあ、こんな風に手をつけていきました。えー、覗きはやっぱり嫌なとこですね。こう、ちょっとつぐと、まあ、なんかこう、ね、白を切断するような感じですかね。ちょっと浮きにくいんで反発したくなるんですけど、良かったかどうか。 ま、ここでこういう手が本手ですけど、これは、ここに打てば、えー、大方繋がってると見ることができそうですね。黒も必死のとこですね。字は、あの、白はかなり先行してますから、あとはしのいでしまえばという感じですね。えー、っと、形の急所ですね。こういうふうに打たせれば、こういうふうになることが理想ですね。こんなことになったら偉いことになります。で、まあ、ここに、 弱点ありと見ていたわけですね。ここ次3目切られると取られますから、こうなるところで。で、この辺では完全に鍋に入ってるんですけど、こっからがもたつくのがいつものところですね。白はね、上辺の黒を取って、あの、振り替わりになればもう絶対勝ちですので、えー、まあ、覗きは無駄がない気かしですが、ここで、えー そうですね。まあ、こういう感じで、えー、打てば、多分、まあ、形がなんか、わかりやすかったという感じがしますね。あのー、こっちなんか打って、この辺打って、これ、黒が取られたらダメですので、なんか、生きるの大変なんですよね。結構生きるの大変なんで、まあ、こう、この辺もし、何か、 えっと、まあ、一眼作れたとしてもですね、あの、生きたとしても別に、なんていうか、えー、まあ、こんなような感じでも自分が手厚く収まって、この4つだけ捨てるような図で、自愛は十分なわけですよね。この辺では、かなり余裕があるのに、ここからがちょっとへう、へぼー、へぼな打ち方でしたね。この辺がちょっと、 緩んでますね。で、ちょっと打ち方わかんなくなってしまったんですね。この割り込みがまあ、えー、しのぎの手筋でね、白の形をちょっと薄みをついてるんですね。で、これは20秒の秒見ならではのなんか時間つなぎというかね、迷って打ってしまった手ですね。次に跳ね出しは大きいんですが、えー、瞬間ちょっと嫌な感じですね。ここを攻めてこられて。 次に、この、なんか目を取ってくる手が怖いですよね。だから、本当はまあ、ここで何か守る手を、どっかね、この辺とか何か打たなきゃいけなかったか、というところ、ちょっと辛い手なんですよね。こういう手とか、こういう手は、ちょっと打てない感じがあるので、で、まあ、こうやっちゃったんです。ここで、黒も、こう、勝負、 来たらどうでしたかねこれ、多分、厳密には白が、まあ、なんとかなるんでしょうけど、あの、早後ですからね、何が起きてもおかしくないところですね。なんか、このような感じでもう、猛烈に取りに、うん、来ることは全然ありで、いや、これはちょっと、うん、変ですかね。もうちょっといい手があるかもしれないんですけど、 まあこうとかですね。ただ、うん、勝負に来られることが怖かったですね。まあ受けてもらえたので、割とこれなら、まあ、安心したと言いますかね。で、ここで、ええー、まあ、手を入れる決心をしましたね。まあ、しょうがない。ここで手を入れて、まあ、試合が、試合の確認ができたという感じですね。ここで、まあ、この、 ように進んで、ここの次は結構厳しいところですね。この黒の目がはっきりしないんですよ。で、これも本当は、ここに、まあ、一気に行く手がありそうでしたけど、えー、ちょっと、この辺は、ちょっと地合いがだいぶいいということに、えー、確認したので、安全路線に入っています。 この手がひどい。これ何のつもりだったんですかね。えっ、ー、と、まあ、ここが切れたら、えー、黒が死ぬわけですけど、で、繋いでもらってから、何かこういうふうに字を減らしながら、黒の切断を狙うようなことをしたかったんですけど、いや、こういうふうに打つたちょっと、こういうふうに取られてしまうことを気にした。そんなことないんですよね。絶対ここいつでも効いてるんですからね。すここで、この手を、 打ったせいで、ここで受けられてしまったというのはひどいですね。これが完全に、この後最大のミスかもしれないですね。あの、字を損してしまいました。ただまあ、えー、あとは、寄せを順当に打てれば、この伸びが決まったのも大きいですね。えー、もし出てきたら、 取られるように見れ、見えますが、これ逆に、逆にというか、まあ、黒が死んでしまいますね。えー、っと、こう出てきても、こうですし、これ4つ取っても中手ですからね。 結構馬鹿にならないところですね。こういう風になるのと、実践はこのように決まりましたので、これちょっと羽根で次を先手で打って気持ちいいと思ったら、手残りなのをうっかりしてましたね。ここが、こういう手があるのが、えー、羽根ついた時点では見えてなかったですね。こういう風に寄せられるんですね。ただまあ、幸いそこまで、 えー、被害は大きくないので、まあ、この辺ではもう、えー、不動の形成ですね。えー、この後はですね、えー、割とこの黒の模様の中の裁きがうまくいったということで、あとは右上のこの稼ぎですね、ちょっと打ち込んだ白が攻められる展開になるのが心配なところを、えー、このように黒字を大きく破って字を作って、 で、しかもこの模様を消してしまったという、えー、しのぎとさばきがすごく私にしてはうまくいった一曲だったと思います。えー、すごく、えー、うが良かったですね。はい、ありがとうございました。